ドレスデン中央駅ドレスデン中央駅はドイツザクセン州の主要都市ドレスデンにある鉄道駅である。1892年から1897年の間に市街地の南端に建てられ市の発展に重要な役割を果たした。ドイツの鉄道駅の分類ではカテゴリー1に属する。大多数の優等列車はドレスデンのイシュタット駅と東駅の両方に停車する。 ドレスデン中央駅はベルリン、プラハ、ニュルンベルクとの間に直通列車を持つ。1897年、市の南にあった3つの駅に置き換わる形で開業した。駅舎は1945年2月に開始されたドレスデン爆撃によって損傷した。終戦後に再建が開始され、東ドイツの重要な駅の一つとなった。2000年より大規模な再建が行われている。 主要なトレインホールや屋根などは完成した。2008年にはすべての工事を完了する予定であったが、2010年、現在も部分的に工事は続いている。2002年8月、バイサリッツ川の氾濫による浸水で、駅舎は被害を受けた。入り口のホールや、低層のプラットホームは泥水により1メートルほど上昇してしまった。ドレスデン近郊の多くの線路が損傷を受け、 1>, 1ヶ月の間駅は閉鎖されたが、駅の再建計画への影響は一時的なものであった。改装後のプラットフォームドレスデン中央駅配線図。灰色部分が効果。ありがとうございます。